トモエの言うかっこいいよね。こういう時はとりあえずイエスと返事したらいいんです。闇の力がやばっ。私はどんなことがあってもおっちゃんが大好きだよ。商店街メンバー大集合だ。リミリンは本当にユリ先輩のことを好きなんだね。私が紡いだ儚い言葉。こういうの幸せっていうのかも。モニカのみんなにも同じようなことを言われました。それは違います。いつもあなたは一緒のことばかりするじゃん。私たちものすごく高校3年生って感じしない？すごい。まだまだ。一人でギターにぼっつ。